はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になった世界一のバイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。当時1億円近く投資をしておりました。で、現在2018年ですね、あれから2年経ってるんですけれども、あれから稼げておりませんで、今回は100億稼げるかということでね、バイナリーオプションの新しいインジケーターを開発し続けてまして、その最新のものができて成功するか100億円手に入るかね、この開発したツールでね100億円稼げるようになるかね、ゼロ、全くゼロかということでね、という状態です現在で、先週からデモでやってて、で少しは勝ち越してるんですよね。それで、ライブ投資の試験をして今日一発目やってみた、1000円だけ投資してみたら負けました。それでね、一発目今日ちょっと試しに早めにやってみたんですよ。で、少ない資金でね、ちょっとやってみようかなと、あるんで1万円ぐらいでやってみようかということでねこれやってみたんですね。今日1万円あったんだけど9432円になった。これライブ講座ですね。で、自動売買禁止なんで、自動売買チェック発してるんですね。デモ投資では自動売買してますけど、試験でね、ライブなんで自動売買外してやって、1個目第1弾ね、ライブ投資の1000円負けましたけども、こちらはね、そのインジケーターなんですね。こちらの方に内部に持ってまして表示してませんけれども、インジケーターね、が裏で走ってます。それで、なぜこれで成功したら100億円稼げるとき100億円もらえるわけですね。このバイナリーオプションの、ね、インジケーターで、ね、で勝率 100% のやつだけ分析、1週間前から、ね、現在まで勝率 100%、 投資数が少ないんですよ。1回とか2回とか3回とかせいぜい多くて9回ぐらいですねしかないんですよ、1週間前からね。通貨国によって1個から9個ぐらいしかないシグナル出てないんですね。それで、それで通してね、稼げるかっていうことですよね。で、見てるんですけれども、成功すると桁外れですね、100億円稼げるわけですね。100億円手に入ったようなものになるわけです。で、そういう状態なんですよね。確率的には結構大きいわけですね。で、このままプラスになって稼いでくれればいいわけですよね。この私が発明した戦略方法のインジケーターのシグナル通り投資するだけなんですね。それで、稼げるかという問題ですね。で、まあ稼げたら100億円だから、100億円手に入るってわけですからね、非常に大きいですよね。だから今週来週で大体わかるんです。今週来週ぐらいでね、大体この投資でね、少しずつ勝ったり負けたりして勝っていけばいいわけですよね。そしたらもう決まりなんですね。投資額を増やせばいいわけですからね。今最初のね、1000円ずつ投資してるわけですからね。で、まあワクワクなんだけども、100億円手に入れるか、またゼロかというようなことでね。で、ゼロだと私年金で食っていかなくなっていかないと稼ぎないから、もう2年間ぐらいないんでね、年金で食っていかないといけないわけですよ。いや、少ないんで大変なんで、その
きついね、状況で。まあ、今回のね、シグナル、新しい戦略方法で通用すれば100億円稼げるかということですね。成功したら来週いっぱいぐらいで分かります。でね、ちょっともう待ってられなくてライブで入れちゃいました。試験投資デモじゃなくてね。先週勝ってね、今週も少し勝ってて、今日ライブでやったら1本目から負けたんですけど、まあ、参っちゃいますけども、とにかく、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいてですね、1億円近く投資してね、1位になったと。で、その時に世界バイナリーオプションスペシャリストになったと。今、ゼロトレーダーは FX 投資となってますね。で、あれから2年ですね、進化したんだけど、どうかな、これで成功するか、今週か来週いっぱいですね、成功したら100億円稼げますよね。だから大変な額ですね。100億円ですよ、これが成功したら。僕のね、発明したこのインジケーターのシグナルね、これで稼げることがね、分かったら、稼げたらと。ね。今週と来週いっぱいです。で、様子が分かります。そういう大事な時、またすごい時ですね。成功するか成功しないか。ね。そういうのですね。桁外れと大きいんで100億円なんでね。100億円ですよ。私一人で100億円手に入るわけですよ。これ成功したらね。今週、来週で分かります。ね。